さんめちゃ出てきましたよ。飲もう。キンキンで過酷さがすごい。こんにちは、ケンシです。ジャボトです。今回は2023年、はい、初の雪中キャンプ行きたいと思います。よいしょ。いやー、雪中楽しいんだよね。ただ今めちゃくちゃ天気いいよね。今ここはまだ埼玉かな。うん、埼玉を北走ってますけど、雲一つないですね。うん、静岡さっき出てきた時も、うん、富士山バコーンって広がってて ね、うん、今日は期待、晴れは期待できますけどね。そうですね。ただいつも毎年びっくりするけど、あの関越トンネルを越えてからどうなってるかが、はい、あー確かにね、楽しみですね。美味しい日本酒買いきますか。いいですね。ちらほら雪がすごいね、見えてきましたね。田んぼとかも真っ白よね。え、俺見えるかな。取れた。ちょっと取れた。おーい、取れます出た。早い、まだ早い、まだ早い。やっぱ関越トンネル越えてからこれ期待できますね。いやー、できるよ。あんなに晴れてたのね。今年もこのトンネルを、なんか水族館みたいでね。ジンベエザメの口に入りましたよ。いやー、楽しみですね。これは出口でまたじゃあ、はい、お会いしましょう。お会いしましょう。そんなにこの先左から合流がありますね。雪は降ってないみたいですね。うん、あ、でも雪の 量は全然違うね。3倍近く、なんかっぽくなってきましたね。いやー、雪増えてきましたよ。晴天だったのが嘘のようにね。えとんでもねえ雪になっちゃいましたね。え、ここから先一回十日町で買い出しをして、買い出しして松根山行ったらどうなっちゃうんですかね。いやー、本当ですね。温泉入ってどんちゃん騒ぎして寝るか。とりあえず、とりあえず。すごい、道路がなくなっちゃったよ、山田さん。ねえ、どうなっちゃうんですか、このまま行ったら。このまま松根も行けるんですかね。スノーモービルに乗り換えないと。すごいな、テンション上がっちゃいますね。ねえ、銀世界のなんかレベルがどんどん上がってるよね。ね、行きましょう、レッツゴー。アンサー、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。そんなものにもあれですよね、ほんと全部にありがとうございます。あ、本当ですか。本当に結構ね、来てくれます。そう、あれ見て同じルートとか、本当ですか。あと、なんかザキさん紹介してとか、はい、かなり本当ですか、よかった。来てもらって、はい、今日もなんかちょっと日本酒を、うん、今日はぜひ、うん、ジンギスカンを食べるんですけど、ジンギスカン、はい、肉にしっかり系だね。はい、ガツンと系と、あとこう華やかなやつ、華やかな系、白鳥か、それこそない、お酒飲みますよね。これですか。一時それはあれですよ、マスカット丸かじりです。それはそれで、でもいいかもね、一時も一時でもいいかも。カメグチドリっていうのが新種の、カメグチドリ、うん、超美味しい。甘いけどね。カメグチってことはこういう風に取ってる。そうじゃあ濁りと、ドキーと、うん、ムライユ、ムライユ、うんうんうん、の新種、うん、をお願いしますか。今回さ、ちょっとプレゼントでこれ持ってって。何ですか、これは。新潟の G。 へぇー、これだけにこのビールのカードも土ですね。え、土ですね。いただいちゃっていいんですか。で、黒文字黒文字って言って、そう、6文字、うん、まだね、30代のね、若い人なんだけど、もうちょっとですね、次はお魚屋さん、私に帰るといいね。宇崎さん3時過ぎぐらいから本当はいい時間というタレコミ情報が、トゥ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 、何もなかったっすね。何もなかった。厳しいみたいで。しょうがない、ね。しょうがないっすね。まあスーパー寄ってちょろりちょろりちょろりと
日本酒に合うようなもの買って登っていきましょうか、松の山まで。いや、買い出しも終わってね、もうあと20分ぐらいで松の山温泉スキー場到着です、どうでしょうか、トンネルを抜けた先に広がっているのは。ゴイゴイ室ですねこれまた設営が過酷だぞ。過酷だね。首元にちゃんとやっとかないと。ああ、私持ってね、入ってきちゃうよ。ああ、さっき島村ちょろっと行った時早かった、レッグオーバー。確かに忘れたわ。下に被ってるやつつければいいじゃん。移植移植ついに一石二鳥にタートルネックをすごいね、なんかパチパチいってるよ。コロコロ雪になったね、ふんわりと。ほんとだ、なんか今日はあの三村さんもみたいなんで。あ、あの人、うん、あの人もいるの。元祖ちゃんたまさん、あータートルネックのスーパータートルネック、スーパータートルネックもう先っちょに結べちゃうぐらいネックニキ、ネックニキ、ネックニキのじゃあもうね、別で撮影してるみたいなんで、後でちょっと突撃しよう。そうだね、突撃してみる、うん、楽しんでいきましょう、雪中。はい、着いたぞ、着いたぞ。そんな話してたら今年もクリスマスが今年もやってくる。あれ、キャンタマファルコンじゃない、あれ。道成です。うわー、ほんとだ、いるいるいる。キャンタマファルコンでしょ。です、完全にそうだね。ちょっと素通りしてみよう。うん、やつ食べるよ。キャンタマファルコン、キャンタマファルコン知ってる？キャプテンファルコン知ってます？キャンタマファルコン、あれはキャンタマファルコンです。キャンタマファルコン、あ、いいパーカー着てますね、あの人。キャンタマファルコンさんですか？そうです。あたし。キャンタマファルコンさんですか？もうチェーン巻いたら指が死んだ。もうチェックインした？チェツクイン。今チェックインしてる。じゃあ僕らもチェックインしに行きましょうか。うん、行きましょう。今チェツクインを済ませて。こら、設営買ってるぞ。なんでここに来ちまったんだろう。見えないぞ。雪が舞ってるんだ。うん。これ入れるか。みっちゃん来れるかね。チェーン巻いてたもんね。うん、よいしょ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 、頑張れ頑張れ。やっぱ洋服だと登るね。ですね。わおわおわお、いいね。いる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 。ああ、焦げてる焦げてる。頑張りましょうか。じゃあここからやっていこう。ちょっとキャンプ場のあの村山さんご挨拶行こう。タウンマウンテンさんですね。ビレッジマウンテン、ビレマンさん。ビレマンさんはやばい。ビレあ、ありがとうございます。お久しぶりです。あれ、明けましておめでとうございます。今年も下でチェックインしてきました。え、下でチェックインしてきました。あ、そうですか。今年も、今年もよろしくお願いします。いや、もう今年なんか来ないのかと思ってた。痩せた。10キロです。10キロ。いや、嬉しいな。ありがとうございます。よろしくお願いします。アポロンから行きましょうか、じゃあ。お願いします。気合い入れていきましょうか。いや、本当にこれ手袋してないでポール触ったらもう2秒で行っちまうからね。熱交換システムで、熱交換システムで、もう痛い痛いおじさんになっちゃうから。ここをキャンプ地とする。よぉこの中でも大宴会ですよ、今日は。日本酒もあるわ。風味爽快にしてもあるわ。うん、ちょっと乾杯する。あ、風呂行けなくなっちゃうか。風呂を取るか乾杯を取るか。両方取りたい。みっちゃんに運転してもらえんじゃん。クズだ。みっちゃん、クソだ。この農業用ペグで。農業用ペグ。何センチですか？これは49センチ。49センチ。もうちょっと、もうちょっと寄せようか。うん。みっちゃん、次の寄せましょう。荷物がねえぞ。
まず踏み固めーのどこまでも入っていくわ、まあ、ある程度行ったらもうだいぶ効くようになった。なんか言ってますけど、セミタじゃん。うん、え、なになになに、セミタじゃん。セミタ、ちょっと何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんない。セミタこっち行った。そう滑ってきた。滑ってたね。うん、なんかあっちの方空いてるみたいな。楽しいじゃん。それでじゃん。アコーディオン。ワンピーラー。ワンピーラー。もうすぐさ。大きい。ゴイゴイスー。ゴイゴイスー。パワー。よし。パワー。パワー。みっちゃん北国のおじ親父になってる。ゴイゴイスー。パワー。ん？やめて。パワー。なんでもなかった。よいしょ。あら素敵。よし、運び終わりました。よし、今日は、これでね、今日はイベントは何もありません。おー、言われてる言われてる。これがイベントですよ。寝床は今回はこちらのメガマット、はい、直に直で行ってみると、直に雪の上にも直に敷いてみようかと思ってます。今日はね、雪上、雪上ね。うん、でもね、あのマイナス40度まで耐えれるっていうスペックだから全然大丈夫じゃない。ね、全然大丈夫じゃない。これで慣れちゃうともう他のベッドに寝れないっすよ。確かにね、家よりも寝心地いいね。ね、本当だよ。うん、じゃないですか。なの。サビサビ。すげえ。あ、すげえ降ってるよ。すげえ降ってる。うわ。ええー、ですね。酒飲むか。飲むか。寝床作っちゃうかね。あ、パンパンだ。よいしょ。キャンプ行くんだったら一番寝具だけとりあえずだいいね、寒くなきゃ。うん、あとは何でもいいもんね。そうですね。逆にすげえ楽しかったのに寒いまま終わっちゃうとすげえ嫌な思い出になっちゃうから。確かに。めちゃくちゃそのね、飲み会楽しくても寒すぎたら本当にいい思い出じゃないもんね。今回は新兵器を導入させていただいたんですけども、はいはい、インナーシラフですね。よいしょ。フリース素材かな、この中に入れちゃうわけですね。そうですね。もう男2人でこんな隣で寝たらどうなっちゃうんですか、山田さん。もう勘弁してくださいよ。もう噂がね、変な気を起こさないようにしてくださいよ。噂がよく流れてるんだから。助けてくださいよ。なんで室内で帽子かぶってんの俺ら。パーフェクト、パーフェクトですね。あれは何ですか。圧雪機、除雪機、圧雪車じゃない。うわ、飲みます。飲むか。上がったし。お邪魔します。うぃー、いいよ。まぶすよりかな。温泉気持ちよかったですね。最高だった。酒飲もう、飲もうて、飲もう。とんでもねえ雪ですね。8時に止むって先ほど言ってたのにね、7時であと1時間どうなんですかね。最新の天気22時まで雪なの。え、マジ。それはうわ、帰ってきましたね。すごいぞ。さっきの足跡がもう埋まってるもんね。ちょっとリーゼントが、うん、できてきてますね。飲もう飲もう。さすがにカラカラよ。飲もう。うん、風邪ひかないように。
頑張るわ。風邪ひくなよ。あそこでやるの、あのタープの下で。あのタープの下でやる。死ぬやん。やむって言うから。分を祈る。じゃあ寒くなったら来てください。はい。また後で。また後で。はい。シャ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 シしますね、松さん。はい、どれですかね、今日は。宴ですか。宴か。おっさん二人で飲もう飲もう。あるんですよ、ここに。ほらほら、あキャンツキャンツでいきましょう。うん、キンキンで天然の冷蔵庫よいしょ。ありがとうございます。爽快にしてしていきましょう。札幌じゃなくて新潟限定。新潟ですね、ほらのやつ。丸くなる、星になる。久々の雪中キャンプ。キャンプ。気持ちいい。気持ちいい。帰ってきた。家だね。あったけし。あったけし。めちゃくちゃあったかい。お刺身買ってきました。やりましょうか。ここに冷えてましたよ。あります。雪のようにありましたよ。オレ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 。うまそうですね。あのハラシンで買ってきたんだけど、うん、割と調子良さそうな雪が示さ。ただやってますね、うん。大好きな中トロありますよ。ありがとうございます。やりましょう。おいよ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 。あ、そう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 。牡蠣醤油でもいいですか。牡蠣醤油はいい。うまいんだよねこれ。うまいな。よし、じゃあこれいきます。よし、何からいくんですか。タイ。タイ、わしもタイ。いきます。いただきます。いただきます。こんな山で海の幸を。確かに。これ乾杯ですね。うん、うまい。しめ鯖絶対美味しいでしょ。いや、うまいよこれ絶対。てか2年前初めてここに来てさ、うん、だいぶなんか楽になったよね。楽っていうか、あの時まだ整備とかそんなにされてなかったから、うん、普通になんかもっこりした丘で全部なだらかになってたじゃん。まあね、それがもう今来たら3、4段だんだんに、うんうん、棚田みたいになってますね。そう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 。だから踏み固めるのとかもなかったし、うんうんうん、なんかめちゃくちゃ楽になったよね。めちゃくちゃ踏み固めたもんね。うん、そのアポロンだったらこのサイズ踏み固めてたから。そう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 。どこまで掘るんだこれ。だしうちらのちょっとキャンプのレベルも少しばかりは上がったのかもしれないね。そうだね、前だって裸で服とか持ってきてたよね。雪まみれになっちゃってさ、うんうん、楽勝だったもんね。風呂まで入っちゃって。気持ちよかった。帰ってきてもう酒飲んだらもう最高ですね。最強コースですよ、うん、日本酒買ってメインも出しまうか。行くか。玉ねぎ切っていく。
今日はあれですもんね、ジンギスカンを用意させていただいてますので。いやジンギスカンうめえからな。ねえ、ガンガン焼いて最高だね。では行きましょう。楽だしね。うん、一列に玉ねぎと、もやししか入れないから。中トロめちゃくちゃうまかったよ。ほんと？うん。全部食ってもダメダメ。よぼいー！邪魔邪魔だ。邪魔邪魔邪魔。あらららら。今日は、スノーピーク、豪炎。お？やっていきましょう。これがまた。はい。いいんですよ。ね。うん。なんか気化のさせ方、気化させないんだっけ、 なんか言ってたね。そう、なんか液体のまま出すんで、ガスを気化させないでひっくり返すから、うん、それがこっちにその流れてって、うん、なんかするらしいっす。なんかしてなんかいいらしい。なんかいいらしい。気化させないからこそ、うんうん、この寒いとこでも使える。これか。これだったのか、俺がやってたら。邪魔だな。これとこのジンギスカン鍋が合うんですか？合うんです。声がいい。声がめちゃいい。セットできたということで、こちら。わお。なんか、マトジンギスカン鍋専用なんですけど、これが去年の2022年の10月だかに、うん、もう創業以来のフルモデルチェンジを果たしたやつらしい。どうしよう。あ、すげえ。使い方ですね。そうそう、ここで肉を焼いて、うん、こっちは深いから、タレが多いじゃん。うんうんうん、こっちに煮込むことができるようになったら。かっこいい。かっこいいね。めちゃくちゃかっこいい。鉄。鉄南部鉄器。南部鉄器よ。よいしょ。おいおいおい、3種類も持ってきちゃったよ。食べ比べセットっていうのをね、はいはい、購入して、特上ラム、特上ラムと上マトンとマトン、マトン、マトンこのねうちら大事なんだよね。マトンは成獣だね。成獣っていうのは、まあ、大人、大人。根本くんも成獣。そういうことです。どれでいきます？え、やっぱラムからいきますか。うん、どんどん臭いのでいこう。いいね、特上ラム。僕やっちゃっていいですか。お願いします。ういっす。この下にここにね、添加口があるんだ。あ、なるほど。添加口、じゃあ回してもらっていいですか。いきます。あ、火つけた状態にしようか。初めての共同作業。あ、元栓開いてなかった。おおあっ、これ怖い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 。よいしょ。よいしょ。これがね、こうなるんです。うわ、爆炎。うん、おいしょ。はいよ、よいしょ。よいしょ。マキシモ、マキシモカラーですね。マキシモカラー、ちょっとオリーブオイルしかなかったですけど。いやっす。お腹に入れば一緒だって。そう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 。そういうこと。すごいね、めちゃくちゃ煮込みそうだね。だいぶ深いよ、ここ。うん、このタレが一個だけじゃなくてさ、うん、どん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 入ってって野菜からも出るじゃん。そうだね。よいしょ。玉ねぎ。もやし。いいわ。もううまそう。これ煮込んだらもっと温かくなりそうですね。なるね。ね。みっちゃん、あの寒い思いした。申し訳ねえ。ね、天国と地獄。めちゃくちゃいい顔してる。ね。最近冷えたビールをお持ちしました。あらまっす。うわ。この匂いだけで飲めたい。これでいいっすか。よっしゃ。よっしゃ。うわ、ロックリング。ほな、いきますか。いいですね、いきましょうか。うまそう。てっちゃってる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 。てっちゃんだね。てっちゃんだね、これは。うわ。
すごい安心感すごいね。深いからね、うん、いいんじゃないでしょうか。行きましょうか。食べましょうか。もはや鍋だね。鍋ですね、うん、はいどうも。あたさす。うん、くすめ出た。昔からそうよく言う。これしか英語わかんないから。じゃあいただきます。いただきます。湯気が、うん、うん、これだ。うわ、生姜効いてる。うま、うん、ニンニクでもうめえかな。あるんです。お好みで、うん、明日受付で喋れなくなっちゃう。くさっつって。こいつ何食ったんだよ。日本酒飲むか。いっときますか。いっときましょう。いっときましょうか。聞かってますね。なんだよ。エッチですね、うん、これは。まずはフルーティーからいきましょうか。お肉があるけど、お刺身と一緒に食べましょう、うん、そうですね。パイントグラスでいきましょう。いただきます。ストップ。ストップ。まだ早い、まだ早い。そんなあゆう、はい、寂しそうな顔して。うん、香りと味が全然違う、うん、すごい酸味もある。本当にマスカット間近じりって言ってたもんね。言ってた。あー本当だ、すごいね、うん、白ワインみたいね。果汁入ってないんだろうけど、果汁感じるぐらいにジューシーな感じだよね。ジューシーだねこれは。すごいな、うん、もエッチですね。恐縮でございます。恐縮でございます。お魚と合わせてって言ったのね。ね、うん、ちょっと待って、待って、うちのマネージャーがやるやつ。これ日本酒ダメだっていう人も全然飲めそうだよ、ね、うん。これ度数そんな高くないんだっけ。あ、 12% か。うん、道理で、うん、ワイン感覚で飲めるね、これもね。飲みやすい、うん、最高。危ないやつですよ。危ないやつですよ、うん、お魚に合うわ。そうだね、まあ、全部飲まなくてもちょっとずついろんなものを合わせていきましょう。うん、まあ、ちょっと寒そうな人がいるんで。あれは寒いよ。そうそう、あれは寒い。ちょっと助けに行こう。だってブルブルしてんじゃない、もしかしたら、ね、さっきはなんかね、うーっていう声が聞こえてたんで。あれはうまくて震えてるのか、うん、寒くて震えてるのか、会いたくて震えてるのか。西の彼方的な、西の彼方的な。見てよこの雪の中。バカでしょあれは。じゃあぬくぬくだもん。ぬくぬくぬくみつさんですよ。おい、みちゃん、おい、お疲れです。撮影はどう、順調？うん、終わった？やめた。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 バカ顔赤い。バカ顔赤い。酔っ払いすぎてやめた。酒臭。ちょっとじゃ、ちょっとみっちゃん大変そうだから、うちで一緒に寝ましょう。いいの？うん、優しいじゃん。飲みましょうよ。いいっすか、むしろ。いやいや、もちろんですよ。過酷さがすごい。過酷なんだよ。すごいな。え、職業こんな過酷なことして、職やめとこうか。聞かないんかい。職業何ですか。 YouTuber だよ。なんか言えよ。じゃあ一緒に飲みましょう。ちょっとご覧かたしたら、うん、そうだね、遊びに来てください。手伝おうよ。手伝おうぜ。手伝う、寒くない。やめようやめよう。冷てえじゃん。よし、ということでみっちゃん来てくれて、しかもなんと熱々のチビタのおでんですね。そうだね、この罰ゲーム用に持ってきた。罰ゲーム用。ご褒美じゃなくて熱々おでん。熱いよこれ。え、めっちゃちょうど今日日本酒いっぱい買ってきたから、ね、2人羽織して。
ニーマウリアタツオネはやばいでしょ。乾杯しましょうか。乾杯しましょう。まだこれあるで、熱燗飲んでたんで。いいね。じゃあ、お願いします。じゃあ、みっちゃんも来たということで、はい、十日町松の山温泉スキー場、はい、楽しんでいきましょう。行きましょう。まあ、もうちょっと時間もあれなんで、ちょっとボリューム少なめで。すみませんが、それはできません。それはできないそうです。それはできないそうです。じゃあ、楽しんでいきましょう。キャバイ。キャバイ。よいしょ。めちゃくちゃうまいですよ。これ一時ちょっと飲んでみてください。飲み。なんかちょっとマスカップこれ丸かじり。これ一軒飲んで。これに。タジタジやん、もうちょっと待って。まあまあ酔っ払ってるね。まあまあ酔っ払ってるね。ちょっとこれおでんもいいな。ね、おでんに合わせて、ね、せっかくだからいろいろ買った日本酒それぞれ楽しみで出しちゃうから。すごいフルーティーだね。すごい、え、ジューシーだよね。日本酒って言われなかったら分かんないかもしれない。白ワインとかブドウジュースみたいな。ね、そう、ブドウジュースだね。まあ、白ワイン近いもん。すごっ。ね、一時生酒絞りたて、はい、玉風味。これも新潟。新潟の今日3本ありますので、うん、これをちょっと松の飲み比べていきましょうか。いや、おでんだからこのちょっと、あ、行こう村湯さんに行きましょう。行きましょう、うん、じゃあ1本目村湯さん。村湯さんのなんかすごい限定のやつみたいな。ねえ、とんでもなくうまいって言ってたよ。あ、そう、開封注意って書いてある、うん、え、あ、未発泡してんじゃないかな。うん、いいね、ロゴシーね、やろう、ロゴシー行きましょう。やろう。いいじゃん、みっちゃん。あざっす。村井さん、村井さん、どうぞどうぞ。いただきます。はいよ。亀口鳥ですね。亀口鳥ダイヤ2号なんだね。そう、なんかあの下に檻が入ってるから。ああ、なるほどね、うん、よく振ってって言ってましたね。振ってっていうか混ぜてから、うん、あ、なるほどね。絡んでますね、オリが。オリオリですね。オリ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 ですね。やりやりやりや。うん、うん、うわ、うん、華やか。ねえ、これもうめ、これもうまいぞ。あんまり詳しいことはわからないけど、めめ、うん、言えることは、うん、華やかだね。ちょっとおでん行っちゃいますか。行くか。いいな、みっちゃん行っちゃっても。見てくださいよ、これがみっちゃんが3日未満ちゃんと寝て作った。そう、寝てちゃんと夜だけ寝て、夜だけ寝て、普通の生活、うん、ことこと煮ないおでんだから、ね、いいよ。食べましょう食べましょう。お出汁は、お出汁は何が効いてるのかな。これはお出汁は昆布ですね。昆布、昆布ですね。行っちゃっていいですか。お願いします。行ってください。何行くのかな、岩田くんは。今年の運試しはなんだなんだ。やっぱ反転ねえな。反転ねえな。俺がさっきオフの時に言って面白くなかった。面白くなかったやつか。言いたかった。俺も言いたかった。いただきます。よし、半ペンね。行っちゃった行っちゃった。行っちゃった。半ペンね。半ペンね行っちゃった。うわー、おでんに合う。さよ。最高だ。何から行く？え、リャーゴンじゃない？リャーゴンねえぞ。リャーゴンでしょ。リャーゴン気をつけて。あ、そう、プルプルよ。こんにゃくみたい。こんにゃくみたい。なんで？え？すごくない？なんで？それはここですよ。え、上腕二頭筋？違うわ。上腕二頭筋ここだ。いただきます。こんにゃく。こんにゃく。こんにゃくだった。めちゃくちゃ柔らかいですね。そしてもう、じゃあみっちゃんもせっかくだから食べてもらおうよ。うん、ちょっとニニー回りするからさ。おい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 。
ちらまだせっかくだからやろうよ、ね、このあれ巾着いこう巾着巾着はダメでしょ後ろで手組んでおくかじゃこの自分のあーそういうことね、うん、あどこ立ってんだよ長野郎長野郎おおちょいいけてないよおいどこ立ってんのみっちゃん何食いたいもちきや巾着いやもう巾着はやばいよでここでやるそうそうそうカレーカレーオッケーオッケーオッケーもち巾着取って行きましょう行きましょうあとで取れてるいいよいいよいいよみっちゃん上手だよいいいいせいやもう的確そのまま奥丸ごと言ったの男や違う丸ごと言ったのじゃなくて丸ごと入れたの熱くなっちゃった熱くていやこっちで熱かったの普通に牛すじ食べていい食べてうわうまっそてかお出汁がうまいねムライうめえな。うまいねこれ、うん。おでんとめちゃくちゃ合うじゃん。ね合う合う合う。水汁うまいね。うまい。これどんぐらい煮たの？煮た時間は最初の30分。へ、うん、こんなになるんだ。コトコトやるんじゃなくて一回煮て、そう煮て出汁の味を決めて、うんうん、全体に火が入るので多分30分ぐらいかかるから、うんうん、20分とか30分とかかかるからそれぐらい炊いたらあとはもう火からおろして、うん、冷まして味を入れる。へえ。りんちゃんのおでん食うと他のおでん食えなくなっちまった。うまいね本当に。練り物から出る旨味をね、うん、一回出してお魚の出汁だよね。また入れるね。うんうん、これ紅しょうてん？紅しょうてんや。トマトかたトマト食べてごらんトマト。紅生姜ってやばい。やばいよね。紅生姜の香りめちゃくちゃ映ってますもんね。うん。そうだね。だしも。梅干し、梅干しいきます。梅干しの顔してるじゃん。男を磨く、梅がある。それはちくわぶ。ちくわぶ。ちくわぶうまいよね。餃子もあるよ。餃子も練り物に入ってる。うま。そう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 。みっちゃんの県だけじゃない？このシューマイとか餃子のやつってあんの？普通にある普通にある。うーん初めて食べた。これ全部スーパーで買ったやつだもん。ハイパーでしょもはや。スーパーじゃなくてスーパーじゃないでしょ。浮いた浮いちゃってもウルトラか。え、この卵いっていいですか？どうぞ。うん、うん、卵うま最高だね。おでんって、うん、こんなホクホクしたところで、うん、おでんうまいのよね。食べて最高だね。またこの雪中キャンプのこの極寒の中食べるおでんがやばいね、うん、外は大雪、この中はぬく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 。これはもうタープでブルブルこれ超1本2000円ぐらいする大根。いやいやもう半分で49円だったなんか料理こんなに上手でしょっやめとこ。武器はなんだよ。ああ、YouTuber だよ。ありがとう。乾杯。乾杯。乾杯。なんとみっちゃんがね、うん、最近新しいご縁というブランドを始めて、お、はい、そしてインスタグラムの方も。もう少しで1万人達成するということなんですけども、はい、せっかくなんでね、皆さんみっちゃんインスタグラマー。次はインスタグラマーだよっていうのを今年は目標にね。インスタグラマーだよ。インスタグラマーだよ。インフルエンサーだよ。ちょっと気取って感じ。あんたでもいいよ的な。あんたでもいいよ。インフルエンサーだよ。インフルエンサー。そのうちも総括してインフルエンサーになるんですよね。そうだね。下着を買い取る業者の社長です。違うから。違うから。いやこれは最高な。夜になっちゃったね。うん、ジンギスカン食べます？
最後、うん、ちょっと食べようかな、うん、マトンがあるんで、マトンじゃあこれで締めていきましょう。そう、マトン大好き、濁り、お肉に合う濁りがあるんで、それ飲んで今日はいいっすね。16ビート刻んでいきましょう。16ビートないと、カス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 、車からウーファー持ってくるから、うん、迷惑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 、大丈夫、ウーファーだけだから機能しないから。そうそうそう、ウーファーだけの件ないから、邪魔邪魔邪魔、見るだけ、邪魔なのよ、ウーファーこんなでっかい枕にしよう、枕に。肉もらっていいですか。マートンです、マートンです、肉、マートンです、マートン、トンする、調子いいじゃん、調子いいじゃん、どういう意味、マートン、トン、TikTok が出るの。あ、そうだな、そうそうそう、 TikTok でエッチな女の人ばっか見てんじゃないですか、もう本当に、ね、見てんだよね、見てねえよ、夜中に見るともう本当にもう6時間ぐらい奪われちゃう。6時間、6時間ですよ、もうめちゃくちゃいい匂いするじゃん、ねえ。これマトン、これはこれはマトンだね、マトンがうまいんだよね、またちょっと臭みがあってね、癖がね、うん、癖がいい、昔はなんか食べれなかったのにな、大人になったじゃん、登った大人の階段登る。君はもうシンデレラ。以上、いただきましょう、いきましょう、いただきます、マトジンギスさん、マトン、いただきます、ずっと夫婦した俺。うまっ、うん、おいしいな、めちゃくちゃうまいね、うん、生姜が効いてるんだよ、もう、うん、一回チェイサーのビール飲んどく、うん、そうだね、ちょっと日本酒飲みすぎちゃって危ないから、風味爽快にしていこう、うん、これ飲むとね、新潟来たなっていう感じするね、レミちゃんなんかお願いします。それでは雪中キャンプ、うん、あったかい部屋とあったかい食事に乾杯、乾杯、キンキンや、うわキンキンや、ま、部屋がこんなにあったかくても雪の上に置いてあるからね、キンだね、うん、キンよ、ちょ、ごめんね、その後ろで俺ちょっとベルト緩めてるから。苦しい、苦しいの、苦しいの、脱ぐなよ、脱ぐなよ、脱ぐなよ、コンプライアンスでまた怒られるぞ。またって一回も怒られるとねえよ、うん、コンプライアンス研修受けてんだこっちは。運命で受けてるんだよ。お肉に合わせていくのはこちら、よいしょ、濁り酒、松の井さんの濁り酒ですね。もう濁ってるけどまだ下におりおりおりようですよ。いだいぶおりあるね。そこストローでジュースって、みっちゃんがね。俺がそこ一回吸ってもらって、あと上澄み僕ら飲むんで。おりがまだここにいるんで、ちょっといい感じで、あ、いいね、この感じいいわ、すごい、大自然、おお、いきましょう、いきましょう、よっしゃ、上手です、あ、ダメ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 、あー、危ねえ、ねえ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 、今何メントス入れた、メントス入れてます。今抜いてます、ゆっくり、あ、ゆっくり、ね、ゆっくり抜くのが得意なんだよ、あ、抜くことしかできないんで。うわ、濁ってるね、濁ってこーぜ、イエイエイエイ、カルピスソーダだ、カルピスソーダ、カルピスソーダ、これがもうドシンとしてすごいね、でもないという、こんなの初めて、じゃ、美味しいジンギスカンこのお酒が合うと聞きましたので、はい、飲んでいきましょう。吉谷さんで、吉谷さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。すげえ。あ、でもすっきり。なんじゃこりゃ。うわ、大人のファンタだね。大人のファンタ、大人のファンタ、大人のカルピスじゃなくて、大人のファンタ、ファンタ、ファンタだね、うまっ、すごいこれ、結構強烈だな、米感めっちゃあるね、うん、これを食べて、あ、だからね、酔っ払いそう、これ何度酔っ払ってんの、
よ。なんだよ。あのアルコール度数。なんだよ。なんだよ。みっちゃんのそういうとこが好き。いや、俺はケンちゃんのそういうところは好き。だから好き好き。何なの？ちなみにアルコール度数20度。大丈夫？めちゃくちゃ酔っ払いそう。焼酎よりいくじゃん。焼酎ぐらいだね。なんだよ。焼酎って 14%。 なんだよ。なんだよ。さっきからうるせえんだよ。こっちの声優ですよ。なんだよ。やれよ。やれよ。なんだよ。投げんだよ。ちょっと待って。マジで漏れそう。今大事なとこなんだから。ちょっとマジで。今もうちょっとマジでやばいかもしれない。ちょっとディガス。漏れる。漏れる。マジで漏れる。さっきのキスの下りした時漏れそうすぎて。あの。ずっとこうやってよく帰ってきたでしょ。乾杯してじゃあ。そうですね。ね、ちょっと乾杯しますか。じゃあ2023年、はい、新しい年を迎えましてね。令和5年ですよ。ね、令和5年だよ。あっという間に5年です。本当だよね。みっちゃんと出会ったのは3年前。3年。そうだね、うん、こんなに楽しくさせていただいても本当に、こちらこそ、いろんなことを教えていただいても、いや、こちらこそ最高ですよ。ありがとうございます。こちらこそ。いや、この見てくださってる方々も本当に素敵な出会いということで、ね、ご縁です。あ、ご縁ですね。みっちゃんのご縁ですよ。なんかフライパンも作ってる。あ、おいおい、よしよしよし、よかった。じゃあそういうことでね、また本年もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今シーズンもたくさん雪中キャンプやっていきたいと思いますので、はい、楽しんでいきましょう。はい、キャンプイン。北海道行きましょう。北海道、北海道行こう。いいねー。ヒーマ夫婦に、ヒーマ夫婦に会いに行こう。ヒーマ夫婦会いたい。すげえいい人たちだった。よかったね。素敵な方。あったでしょ、二人は。あった、うん、みっちゃんには合わせねえよ。いや、合わせてダメだよ。合わせねえ。合わせてよ。なんだよ、なんだよ、合わせろ。そういうところがダメなんだよ。いやいやいや、そう言うけどさ、うん、そういう言うところもダメだと思うよ。そうかもしれない。いや、認めるな。やれよ。やれよ。何なんだよそれ。ユーチューバーだろ。なんだよ。なんだよ。なんのか。やるぞ。やんのか。ここで、あれなんだっけ、ブレイキングダウン。やってもいいんだよ。ブレイキングのすっか。お。本当でもいいよ。本当でもいいよ。そういうところがダメなんです。いやいやいや、そういうところ、拾うところがダメなんです。なんだよ、なんだよ、やれよ。今もうあと一歩だったよ。もうあと一歩だったよ。そう、あと 99% 今もうその気だった。ごめん。今もう 60% ぐらい。うるせえよ。うるさい。なん、うるさいとか言う。うるさいですよね。いやいや、うるさいとか言うのがおかしいの。そもそもそれはそうかもしれないです。あ、す、認めちゃう。ありあえよ。私もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やれよ、キモいな。ありがとうございました。また来週。歌えるまで。